この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんです。北原さん、はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今日はどんなお話を伺いますでしょうか。はい、先週で決算発表も一巡しましたから、まあ、今週はこう悪抜け感ということで、まあ、自立反発を期待できる週ではないかなというふうに考えています。ただやっぱり過去の高いところで買った投資家の、戻り待ちの売りというのも控えている水準に近いところに今の日経平均株価ありますので、まあ、そういったところを戻り待ちの売りをこなしてもう一段高になるのかどうか、今週はこのあたりを見極める週となりそうです。はい、では、この先続けて、いきたいと思います。資料こちらご覧ください。はい、日経平均株価なんですけど、少し長い目で、見ますと、まあ、コロナ後の安値から昨年の9月の高値までの上昇幅に対して、今年の3月の安値はですね、この高値からおよそ4割の下落となりました。で、まあ、本当に弱い相場だと上昇幅に対して高値から、まあ、5割以上戻すんですけれども、大金融相場が終わってインフレを抑制する、まあ、金利上昇の、まあ、マーケットの急変があった割にはですね、日本株比較的4割程度の押しということで、底堅い推移で、まあ、頑張っているんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今ここからの自立反発のところなんですけれども、ここの過去の高値で買った投資家の、まあ、戻り待ちの売りをこなして、まあ、もう一段高に行かれるかどうか、このあたりの価格水準のところ、今日は見ていきたいと思います。はい、日経平均株価、足元の株価の位置なんですけれども、日足ではこの株価の平均売買コストとなる移動平均線よりも下に位置しております。まあ、ですのでこの移動平均の水準を、まあ、投資家の、まあ、平均売買コストよりも今の株価が低いので、その売買コストがこう戻り待ちの売りの水準と考えると上値の重い展開になることが一つ考えられます。で、今日はこの25と75日の移動平均のある26,800円台、まあ、1回回復しましたけれども、このあたり達成したところで一旦また売りに押されるといった展開です。で、もしもこの26,800円台をこう回復してくると、その上に位置するこの200日、まあ投資家の1年間の平均売買コストの水準ですね、これがおよそ27,900円のところにあるので、まあ、28,000円台の回復も現実味を帯びてくるということになりそうです。じゃあそういったことが可能なのかどうか、価格帯出来高、累積の出来高を使って見ていきたいと思います。こちらはですね、3月9日の安値から5月13日までの日経平均株価の価格帯別出来高の累積状況です。で、縦軸がこう累積の株価ですね。で、横軸を、まあ、株価水準としました。で、そうすると足元の株価がある26,800円台のところ、比較的大きなこの累積があるんですけれども、さらにこの先株価がこう戻していこうとなると、もう一段高いこの出来高の累積が、27,000円台のところで待っています。ですから、このこういったこの戻り待ちの価格水準だと、このあたりを仮定すると、27,000円台乗っけるところでこう、戻り待ちの売りをこなしていくと、その先はもう大体こう真空地帯のような形で出来高の累積というのは減少していきます。ですから27,000円台回復してくると、28,000円台のまあ回復というのも、まあだいぶこう現実的になるのかなというふうに考えられますね。まあ、今週こういったところまで行くのかどうか注目したいと思います。で、それでですね、プライム市場で、このプライム市場全体の銘柄の中のおよそ8割がその長期のトレンドを見る200日線よりも株価は下に位置しています。ですから、今足元でのこの全体の地合いは、やっぱりこう戻り売り目線なんですよね。
で、そういった中でも株価がこの下からこう上にこう反発してきて、さらにその上に位置する200日の水準を回復してきた銘柄というのを一つご紹介します。資料こちらご覧ください。こちらですね、1,2,3,4,5,6,7,8 銘柄持ってきました。まあ、キリンとかイート&ワールド、デンガラ、KOA、スター精密、シチズン、京阪などがありますけれども、まあ、需要回復が遅れた、まあ、内需株、それから決算の良かった銘柄などがやはりこう先行してこう買われて、株価が200日線を回復してきたというふうに考えられます。で、あとこの他にもですね、他にもありますので、5つほど口頭でご紹介しますと、2579のコカ・コーラ、3561力の源ホールディングス、それから3626 TIS、7261マツダ、8214青木ホールディングスなども200日線を回復してきています。で、まあ、こういったこう自立反発を続けている銘柄が、あるんですけれども、やっぱり、今朝発表されましたこの企業物価指数ですね、それを見るとやっぱりこうまだ足元では物価上昇圧力というのが続いているので、ここはやはり注意して、おきたい経済指標の一つなので、データをお示ししたいと思います。こちらですね、国内企業物価指数は4月は前年同月比 10% で、輸入物価指数に至っては円ベースで前年同月比 44% と、依然として物価上昇圧力が強いことが分かります。で、まあ、円安の影響もあるんですけれども、やはりこれはウクライナ情勢の悪化によって、まあ、資源価格が上昇したことが、大きな要因の一つになっています。ですので、企業決算もそのウクライナ、ロシアがウクライナに侵攻した、2月の、まあ、24日だったと思いますが、それよりも前に、決算を発表した企業と、それより後に決算を発表した企業とでは、その物価上昇に対する見方がやっぱりこう違っているというふうに思います。で、本決算をウクライナ情勢が悪化する前に、発表した企業の中で、その物価上昇が想定よりもちょっと悪化しつつあるという企業、この先どうなるのか、一つご紹介したいと思います。今日はサントリー食品インターナショナルです。こちらの企業、国内トップクラスの飲料メーカーでして、主なブランドは皆さんご存知のドリンクが多いです。で、事業セグメントはこの地域別になっておりまして、この日本、アジア、欧州、米州の4つです。で、今期の通期計画は増収増益ということで、第一四半期の決算が終わった段階でも、まあ、その基調が変わらずということで、まあ、会社側は通期の計画線上にいるということを、まあ、公表しました。で、業績のこの全体の流れなんですけれども、売上収益、それからセグメント利益についても、20年12月期、まあ、コロナの影響を大きく受けたこの期をボトムに増収増益の基調を続けております。今期も伸びる見通しです。にもかかわらず、決算が終わって先週株価が売られる場面がありました。その理由というのは、やはり物価高の影響があるというふうに見られます。これは第一四半期、今期と前期の実績のセグメント利益率の変化を示したものです。で、これを見ると、日本は今第一四半期は前期と比べるとセグメント利益率がおよそ 1% 低下いたしました。で、アジアパシフィックもこのコロナからの回復が遅れまして、利益率がこう、低下したんですけれども、でもその反対に欧米ではですね、価格転嫁がこう浸透しておりまして、セグメント利益率も大きく改善しております。で、サントリー食品インターナショナルの売上収益の過半は、主力は日本なので、やっぱり日本が伸びないと、まあ、売上の全体の伸び、それから利益の全体の伸びも伸び悩む傾向があるんですけれども、その日本の伸び悩みを、まあ、海外がカバーしたという形になっております。
で、2月の段階で、この企業、大体コスト高の影響をおよそ200億円というふうに見積もっておりました。ところが先週ですね、発表した第一四半期の決算発表では、その当初の想定よりも増える、400億円程度に増える可能性もあるということで、リスクシナリオを公表してくださいました。で、何がそんなに大きく影響しているかというと、やっぱりコーヒーとかアルミとか、砂糖とか、そういった資源価格の高騰が物価高の、高騰に影響しておりますね。で、円安の急激な円安の影響もあって、そういった見通しを立てております。で、それを受けまして、株価、先週の株価は大きな陰線をつけたわけですけれども、今週は回復してきています。今日は回復してきていますね。で、やっぱりこの企業フリーキャッシュフローで終わった期1000億円以上生み出しています。で、物価高の影響、国内企業にはやっぱりネガティブな要因にもなりますけれども、先ほど申し上げましたように欧米でカバーすることが今のところ可能というふうに見られておりますし、売上高営業利益率の悪化というのも現状では想定されておりません。そういった意味でも底堅い推移は見込まれるというふうな期待から株価が反発に転じているというふうに考えられます。この先の動向を見守りたいと思います。私からは以上です。はい、北谷さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間は内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんにお話を伺いました。